荒木義行は、日本の政治家、熊本県公子市長、元熊本県議会議員、熊本県出身、熊本県立菊池高等学校を卒業後、専修大学法学部に入学。1977年10月、警視庁に入庁し、大学は1980年に中退した。1986年に退官し、魚住博士へ参議院議員の秘書を務める。 1995年、熊本県議会議員選挙に出馬し、初当選した。県議時代は自由民主党に所属した。2007年4月の県議選で4期目の当選を果たす。同年5月28日、かねてから事務所費の架空形状問題で追及を受けていた松岡俊勝衆議院議員が農林水産大臣在職のまま自殺。松岡の自殺により、 7月29日投開票の熊本参加補欠選挙に、松岡の講演会から要請を受け、無所属で立候補したが、同じく無所属で出馬した前職の坂本哲氏に敗れ、時点で落選した。2010年、講師市長選挙に無所属で出馬し、現職の大住清明を破り初当選した。4月2日、講師市長に就任。2014年、無投票で再選。 2018年、無投票で参戦。2017年8月、講師は、市民の健康増進や地域産業の活性化を目的として、包括連携協定を DHC と締結した。その後、DHC は2020年11月、吉田義明会長名で在日韓国、朝鮮人に対する偏見に満ちた差別、別紙発言を、 同社の公式ウェブサイトに掲載。2021年4月9日、DHC はさらに吉田の差別発言を掲載。吉田は、NHK は、幹部、アナウンサー、社員のほとんどが、コリアン系、NHK は、日本の敵と述べた。同年同月、荒木は協定凍結を DHC に伝えた。文章は、人種差別にあたる。何も対応しないままでは、 会長のメッセージを容認していると捉えられかねず、市民の理解も得られないと判断した都市は述べている。ありがとうございます。